はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、発売から1日経過した古代の方向について調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。古代ではメロコやトドロクツキなど大人気カードが多いですが、初動に比べると徐々に価格を落としてきている印象ですね。私は今後メロコは確実に手に入れたいと思っておりますので、価格帯は今後も追っていきたいと思っております。私事ですが、チャンネル登録1500人目指しております。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はオーリム博士の規約 SR です。メルカリでの高値では2000円での取引がありました。購入相場的には1500円から1900円での取引がありました。2枚目はメロコ SR です。高値では約3700円での取引がありました。購入相場的には2200円から3600円での取引がありました。3枚目はトドロク付き UR です。高値では約3800円での取引がありました。購入相場的には2700円から3700円での取引がありました。4枚目はオーリム博士の規約 SAR です。高値では4000円での取引がありました。購入相場的には3300円から3900円での取引がありました。5枚目はトドロク付き EXSAR です。高値では約11100円での取引がありました。購入相場的には9000円から15000円での取引がありました。最後はメロコ SAR です。高値では約14000円での取引がありました。購入相場的には8500円から13000円での取引がありました。今後もしスター団の全員が SR で登場してくるのであれば、メロコの SR は1枚は持っていたいと思っております。皆さんはどのカードが持っていたいですか？コメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。